こんにちは、つっちです。今回は、千葉県、大千葉カントリークラブ、アウトコースの7番ホール、レギュラーティーからピンまで375ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、ゴルフサバイバル、2回、11回ステージを開催しました。7番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショットはフェアウェイ左を攻めるのが得策。ただし230ヤード以上のドライバーショットは左サイドの突き抜けに注意。セカンドショットは急な打ち上げとなる。大きめのクラブで効果的に攻めたい。グリーンは軽い受けグリーンになっている。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの7番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで375ヤード、ハンディキャップは3、右ドッグレッグのミドルホール。難易度は9ホール中2位、平均スコアは 5.68、平均パット数は 1.92。90キリの人は3オン2パットが無難。100キリの人は4オン2パットが無難です。アウトコースの7番ホール。パー4、レギュラーティーからピンまで375ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、ティーショットは、フェアウェイ、左を攻めるのが得策。ただし、230ヤード以上のドライバーショットは、左サイドの突き抜けに、注意。アウトコースの7番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットは、急な打ち上げとなる。大きめのクラブで効果的に攻めたい。グリーンは軽い受けグリーンになっている。アウトコースの7番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ゴルフ場の週間天気と、今日、明日、明後日のピンポイント天気をお届けします。気温、降水量など、基本情報だけではなく、プレーに役立つオリジナル天気予報も。風の強さと、湿度、気温に応じたゴルフエンジョイ指数を1時間ごとにお知らせします。ゴルフ場のピンポイント天気予報をチェックし、今すぐゴルフ場予約、コンペ予約をしましょう。次回は、アウトコースの8番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人は、チャンネル登録してお待ちください。